マクデブルク大聖堂広場の、オトー大帝の道にあるアーデルハイトを記念した、四季アーデルハイト・フォン・ブルグントは、イタリア王妃、東フランク王妃、そして最初の神聖ローマ帝国皇后。カトリック教会の聖人。オトー一世大帝の二番目の日で、皇帝オトー二世の母親、皇帝オトー三世の祖母である。ブルグン王で、イタリア対立王でもあった。 ルドルフ2世と、その妻で、シュバーベンコー・ブルーハルト2世の娘であるベルタの間の、娘として生まれた。947年12月12日、15歳で、父のイタリア王位をめぐるライバルだった、ボゾン家の子息ロターリオ2世に嫁いだ。この縁組は、ルドルフ2世とロターリオの父である、プロヴァンス王、ユーグの間の講和の一環だった。 ロターリオは950年に休止し、イタリア王位を襲ったのは、イブレーア編脅迫ベレンガーリオだった。成人歴によれば、ロターリオは、ベレンガーリオに毒殺されたとされる。ベレンガーリオは、自らの権力固めのために、自分の息子アダルベルトに世を、イタリア王位の相続権を持つ全王妃アーデルハイトと、結婚させようとした。アーデルハイトがこれを拒むと、 ベレンガーリオは彼女を、コモの城に4ヶ月間遊兵した。王妃は、遊兵先を逃れて、カノッサ博、アダルベルトアットのカノッサ城に保護されたが、この城も間もなくベレンガーリオの軍隊に包囲された。窮地に陥ったアーデルハイトは、東フランク王夫を一世に死者を送り、救援を求めた。夫を一世は951年に、イタリア遠征を行って、 ベレンガーリオフ氏を追い出し、救出されたアーデルハイトは、カビーアで、オットーと結婚した。953年、オットーと、戦災エドギタの間の一人息子、リュードルフが父に対する反乱を起こして失脚すると、その没収された所領はすべて、アーデルハイトの所領とされた。962年2月2日に、オットーが、 教皇ヨハネス12世によって、ローマ皇帝の定官を授けられた際、極めて異例のことながら、アーデルハイトも夫の戴冠式において、皇后として戴冠した。966年、アーデルハイトは、夫を大帝の三度目のイタリア遠征にも同行した。973年に、夫と死別すると、アーデルハイト諸世の夫を2世が後を継ぎ、 彼女はしばらく皇帝の母妃として、宮廷で大きな影響力を誇った。しかし、ギリシャ出身の皇后、テオファヌが目をうとんじたため、978年にアーデルハイトは、息子の宮廷を去った。アーデルハイトはイタリアに住んだり、兄のブルグント王コンラート3世の宮廷で暮らした。アーデルハイトは2ブルグント王を通じて、息子夫を二世と和解し、 夫2世は983年に母をイタリア副王に任命した。しかし、夫2世は同年に死去し、幼い夫3世が東フランク王位についた。夫3世の母、テオファヌが、摂政の地位を占め、祖母、アーデル・ハイトや、その他の親族は国政への口出しを制限された。991年に、テオファヌ皇后が死亡すると、 アーデル・ハイトは高齢ながら、孫夫夫三世の摂政に就任し、マインズ大主教、ビリギスの補佐を受けて、国政を担った。995年に、夫三世が申請を開始した後、アーデル・ハイトは、教会や修道院の建設、修復をはじめとする、事前活動に、本格的に取り組んだ。アーデル・ハイトは、クリュニー修道院の改革運動とも密接な、 関わりを保ち続けたほか、スラブ人の回収にも関心を持っていた。999年12月16日、国内の反乱に苦しむ、老いのブルグント・オールドルフ3世の救援に赴く、途中で、自らが混流した、アルザスのセルツ修道院で死去した。アーデルハイトは1097年、教皇ウルバヌス2世によって劣勢された。 祝日は死去した12月16日である。作曲家ジョアキーノ・ロッシーニは、1817年に、アーデル・ハイトを、主人公にしたオペラ、ボルゴーニャのアデラ・イデを発表した。最初の夫ロターリオ2世との間に娘を一人、儲けた。二番目の夫・夫1世との間には三何一、女の4人の子女を儲けた。ありがとうございます。